こんにちは、フィーフィーですえ。とうとう、韓国政府からも、韓国の経済が悪すぎるという悲観的な声が聞かれるようになりましたえ。韓国企画財政省は、今後の韓国の景気判断と展望を毎月評価する、最近の経済動向という冊子を毎月出しているんですね。で、その冊子の6月号にえついに、 韓国の景気交代を懸念という表現が書かれてしまったんです。そこには韓国の投資の不振と輸出回復の遅れによって韓国の景気が後退している我々はそれに備えるべきとこう書かれていました。ちなみに5月号には投資の不振と輸出回復の制約を懸念と、まあ、緩い表現だったんですね。 今回その表現がより直接的に韓国の景気の後退に備えようと警告した内容になっています。企画財政省の経済分析課長はこのように言っています。最近の経済状況に対して経済チームの危機意識と警戒感が高まっている。以前は不確実性の拡大、 回復の遅れを懸念程度の書き方にとどめていたんだが、今回の表現はもっと直接的に対策を行わなければいけないという意味だとこう言っているんですね。それにしても韓国の経済は今本当に悪いです。今年は4月に産業生産、消費、投資がいずれもマイナスを記録するトリプルマイナスにもなりました。 インフレ率も約13年ぶりの高い数値になったんですね。韓国の政府の企画財政省はこのような状況が今後さらに悪化しないか心配しているわけです。あと韓国は今貿易収支赤字が大きくなっています。今年の上半期の貿易赤字ですが、やばいことに、かつてのアジア通貨期以上になると予測されているんですね。 しかも輸出が減少する恐れもあるんです。世界的な景気交代で貿易全体が減少したこともありますが、それだけではなくて、韓国では最近、トラック運転士などの組合が1週間以上も待遇改善のストライキをしていましたから、まあ、物流がストップしてしまっていたんですね。まあ、この影響も重なって、一時的に貿易量がかなり減ったようです。 まあこうした韓国経済の状況について、企画財政省の関係者はこのように発言しています。今は危機と災難が同時多発的に襲ってくるブラック態度時代だと。 これまた新しい言葉が出てきました。ブラックタイドとは、本来なら海に流出した油を意味する言葉なんですが、このブラックタイドは経済では一つの問題が終わる前に、また別の問題が波のように継続して押し寄せるという意味で使われるんですね。つまり韓国経済は今、次から次に災難が押し寄せている状況なんです。 ちなみに、ユン・ソン・よル大統領と、あと韓国の経済副首相は、最近の韓国経済の状況を複合的な危機、えつまり、パーフェクト・ストームという言葉で表現していました。もうこうして韓国政府、しかも大統領が自ら、韓国経済が危機的な状況にあると言ってしまうほどですから、もう相当やばい状況だってことなんですよね。 それにしてもなぜここに来て、急に韓国経済の最大の支えになっていた輸出までもが落ち込んでしまっているのか。まあ、その原因はいろいろあるんですが、その中でも中国でのゼロコロナ政策が大きく影響しているというんですね。 昨年12月、今年の1月に続いて4月、5月と韓国の貿易収支は赤字に転落したんですが今後もこうした状況は続くだろうと言われていてでそれによって韓国の GDP 成長率が低下すするとままで予測されています、まあ、これまで韓国はあまりにも中国に経済を依存しすぎましたよね。 中国と取引することは問題ないんですね。ただ韓国はあまりに中国に依存しすぎたんです。またもっと内需に力を入れるべきだったんですよね。中国の不動産バブルの崩壊によって中国経済は今急速に悪化しているんですがその中で習近平国家主席がゼロコロナ政策を徹底したことでもっと経済に悪影響が出てしまったんですね。 深圳、上海、北京などの経済規模の大きな都市がロックダウンに追い込まれて中国の個人消費は急速に減少して景気は一気に冷え込みましたでそのために中国では地方だけではなくて都市部でも失業率が上がっているんですね。 中国政府はなんとかこれを解消しようと公共事業や中小企業向けの融資支援策など景気刺激策を強化しているんですが効果は見られません。まあ、こうした中国の景気後退が韓国経済に与える影響は大きいんですね。 あと、韓国経済は本当に輸出でこれまで支えられてきたわけですが、今の韓国の貿易赤字は、これ中国に限らず、今の世界情勢の影響をもろに受けているんです。だから大変なんです。2018年以降は、米中対立が激化して、半導体やスマートフォンなど、世界のサプライチェーンが大きく混乱しました。 え韓国がアメリカの意向で中国切り離しでサプライチェーンの改革をしたことで企業のコストが上がってしまったんですよね。またそれだけじゃなくてウクライナ有事も影響しています。もう世界的に原油や天然ガスなどのエネルギー資源価格が高騰していますよね。あとは小麦などの穀物価格も上がっています。 もう本当にほとんどのものの価格が上がっているわけですえもちろん韓国の輸入の物価は跳ね上がってしまいましたでこうなると製造コストが高くなってしまうので韓国で製品を作って輸出すればするほど貿易赤字が大きくなってしまうんですねでこうした状況の中でまあ経営体力のある韓国企業はアメリカへの直接投資を増やしています 韓国から海外へどんどん資金が流出して、韓国の国内が空っぽになっていくんですよね。そして国内に残る経営体力のない中小企業は、より厳しい状況に置かれるわけです。そして韓国国内では雇用と所得が悪くなっていって、さらに労働組合と企業との対立も激しくなっていくわけですね。でこんなに韓国経済が悪化している中で、 アメリカ FRB がアメリカ国内のインフレを抑えるために急速に何度も利上げをする方向で動いているんですね。で、これによってウォンは売られて、ウォン安は加速しますよね。そして韓国経済の今後に期待できないので株もどんどん売られて、韓国から資金がどんどん流出していくわけです。 この状況は本当にまずくて、これアジア通貨危機やリーマンショック、また2020年3月のコロナショックの時と同じような状況になっているんですね。あの時も韓国から海外に資金が急速に流出したんですね。でも今回はもっと悲惨です。というのも韓国がドル不足に陥っているからなんですね。 これまでも韓国はドル不足だったんですが、まあ、その度に日本やアメリカと通貨スワップをして、なんとかドルを調達することができたんですね。ただ今回はそうはいきません。日本からもアメリカからも通貨スワップを取り付けられないでいるんですね。これも散々反日反米の振る舞いをしてきたつけなんです。しかも韓国はムンジェイン政権の時にあまりにも 中国に寄りすぎました。それによって特にアメリカとの距離ができてしまったんですね。まあ、日本もあれだけノージャパンをされたら、快く韓国を助ける気持ちにはなりません。韓国が完全に頼る相手を間違えたわけです。まあ、こんなに韓国経済が悪化して、国家が危機に直面していても、恐ろしいことに韓国国民はどうやらその認識がないようなんですね。 もう今も韓国の家計債務は膨らみ続けていますしどうやらまた日本に助けてもらえばいいやと思っているようなんです、まあ、自分たちで努力する気はさらさらないんですよね、まあ、日本がそんな国を助ける必要があるでしょうかえ韓国経済はこのまま崩壊してまたかつてのように IMF の管理下に置かれるのが良いと思います、まあ、いつも他の国に依存して 他のの国国にに助けてもららううようでは、韓国のためにならないいと思います。さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィチャンネルの登録もお願いします